午前1時をお知らせします。お、時報だね。パーン、盗まれた逆転やっていきたいと思います。第2話でございます。なんだこれ、刑事さん、予告の時間を過ぎましたぞ。ふう、どうやら宝石は無事だったようですな。よかったよかった。ちょっと刑事さん、きっと我々の警備に恐れをなしたっすね。一応金庫の中を確認してもらえますかな。フラグもビンビンなのよ。あ、早い、ててて、見切れなかったわ。わあ、すごい、アマンガスで見たことある。右行って左行って右みたいな。ガッチャン、うええー、開いたね。あー、パクられてんじゃん。怪人剣山、やられたっすー。怪人剣山、お、表だ、警察隊、署名等をつけろ。ご苦労だったね、諸君。いいな、ルパンもルカン、ルパンもルパンしてるな。飛んでる飛んでる、よく飛ぶような。なんで怪人飛ぶの。それでは諸君失礼するよ。好きだよな、怪人空飛ぶの。次の満月の夜また会おう。なに、月1ぐらいで、月1ぐらいで現れて見参してるんだな。わあ、なんていうことでしょう。すごい、なんか星のカービィデラックスで見たことあったな、今のやつ。午後3時20分、なるほど、法律事務所。おお、迷いちゃん、お久しぶり。ねえねえ、なるほどくん、ちょっと聞いてよ。ほらほら、トイレ掃除なんて、あとあと。あとでいいの。うるさいな、何をはしゃいでるんだよ。へへ、この私に向かって偉そうな口を聞けるのも今日限りだよ。何、そんな立場が一転するような何かを、弱みを握ったのかもしれない、なるほどくんの。私たちついにビッグになれるかも。ビッグ、迷いちゃんと僕がなんかビッグカツみたいに、なんかちょっとそういう新しい商品展開されるのかもしれない。何言ってるの、なるほどくん。私とハミちゃんに決まってるでしょ。なんで。こんにちは、お久しぶりです、なるほどくん。ハミちゃん、あ、ハミちゃん、よく来たね。何かあったの。へへ、なるほどくん、何も知らないのですね。何、ほら、これです。なんだこれ、ポスター。ほう、なになに。あー、懐かしのクラインの壺ボッコボコバージョン。クラインの里って、あの高菱屋百貨店。あ、すげえ、三菱じゃないか、なんだろう、何、高島屋とかを、なんかあれかな、もじってんのかな、高菱屋。クラインの里、秘宝店、私とハミちゃんのふるさと。秘宝なんてあったっけ、あんな田舎に。言うな言うな。へふふ、私たちを舐めちゃダメだよ。今夜ゆっくり見せてあげるから。今夜クラインの里秘宝店が、は来週から始まるのですか。主催者の方が特別に招待してくださったのです。あ、そうだね、まあ、あの、多分貸し出してるんだろうね、お宝を。だからね、ちょっと今日はおしゃれしてきちゃった、どう。あー、そうだね、髪、前髪も 0.1 ミリぐらい切ってるし、なんかね、服もちょっと上級なやつ着てて可愛いね、いつもと変わらない。あ、キャラ説明かな。この子は綾里迷いちゃん、僕の師匠綾里千尋さんの妹だ。ちゃんと3からでも一応できるようにしてくれてるからね。彼女と知り合ったのは今から2年前。ね、これも1やってないとわからんからな。千尋さんが亡くなったある事件がきっかけだった。これもな、小中とかいうやつな。今はこの法律事務所の影の所長やってます。あ、どんどん調子乗ってるね、いいね。というのは世を忍ぶ仮の姿で、実は一人前の霊媒師を目指して修行中のとても怪しげな女の子。ちょっと何よ、怪しげって。そしてこの子は綾里春美ちゃん、まゆちゃんのいとこで、これまた霊媒師の卵だ。ふつつか者ですが、よろしくお願いいたします。ハミちゃんはマジで天才っぽいよね。さあ、そして2人のふるさと、クラインの里はクライン流霊媒堂の総本山。迷いちゃんはそのクライン流霊媒堂の家元の娘にあたるという。うん、まあ、ここでいろいろありましたね、一悶着。冗談みたいな話だが、決してそうじゃない。僕はもう何度もそのとんでもない霊媒の力を。ほらほら、なるほどくん、いいからさっさと用意する。
もう私待ちきれません。飛行店楽しみです。かわいいな。楽しみだね。なんかね、自分の里のやつがね飾られるとか結構テンション上がるよね。なんか身内のなんかが開かれるってテンション上がるよね。身内のライブとかもそうだけど、やれやれ付き合うしかないみたいだな。飛行店のポスターのデータを、法廷記録にファイルした。よしよし、じゃあ行こうか。同日午後7時18分、夜だね。もう準備終わった後ぐらいに高菱屋百貨店、街で一番の超高級デパート。飛行店か、こいつは侮れないかもしれないな。あーていうかあれも飾ってあんじゃん、奥のやつで。クラインの里の説明もあって、このなんか銅太くんみたいなやつは知らんな。わあ、到着されちゃうね。これもなんかかかってたよな確か。うーん、どんなガラクタでもひょうっぽく見えるもんだな。それなりに並べればとんでもないこと言う。あ、お屋敷の 物置で埃をかぶってた掛け軸もありますよ。あれ物置だったんだ。あ、私が小さい頃落書きしちゃったやつね。あ、じゃあ別のやつなのかな。あのなんか右下に銃痕があればそれなんだけど、大した表だなね。なるほどくん、この表店の責任者さんが地下の倉庫で待ってるらしいよ。なんで地下の倉庫で、やろうとしてるじゃん俺らのこと。ふん、挨拶しておいた方がいいのかな。まあ、とりあえず調べてみようか。まずはクラインの里。まあ迷い様、これ見てください。あ、これクラインの里のミニチュアだよ。なんかいいよな、自分家の周り ミニチュアにされるのクソテンション上がる。ここでよく話してたんだな。うーん、確かにあの何とも言えない寂しい感じがよく出てるな。これ迷い様のお家ですよ。綾里屋敷って書いてあります。キャッ、ほんとだ。ちょっと頭のところに噂のって書きたとこ。やめとけよ、怒られるぞ。で、これは古そうな壺やらなんやら、これも秘宝なの。そりゃそうだよ、だって氷点だからね。ああ、まあそりゃそうだね、そういうものなのか秘宝点って。確かに。これは古い屏風には見覚えがあるな、事件にあったし、去年クラインの里で起こった殺人事件で、それとなく重要な証拠品だったよな。ここに迷いちゃんが隠れて、あ違うわ、犯人が隠れてたんだね。これぞ私どもの霊媒堂の最高の秘密、クラインの樹脂全6用なのです。フルぶっぱしていいの。秘密の割には一番目立ってるけどな。ここが ブランクになってね。この大げさな台は何も置いてないけど、うーん、きっとすごいお宝が置かれるんだよ。なんで知らんのだ。すごいお宝ってそんなものあったっけ。え、そりゃあるよねハミちゃん。え、もちろんですとも。なさそう、想像も絶するような表に違いないね。なんか実はあの身内でやるとそんな大したもんでもないみたいな、よくあるよな。木綿の、生地に綺麗な文字がびっしり並んでいる。霊媒師の心得みたいなものかな。どれどれ、タイトルはお金のたまる108の方法。なんか自己啓発本とかの隣に置いてありそうなタイトルだな。前に見た時よりもちょっと増えてるような気もするな。私たちいつだって研究してるからね。霊媒師の生活はやはり楽ではないみたいだ。どんなこと書いてあるんだろうな。めちゃくちゃ依頼料ぼったくるみたいな書いててほしくないわ。お、なんか地下倉庫だ。はい、さすが地下倉庫というだけあって、お化けでも出そうですね。あ、結構おどろおどろしいんだな。ライトがちっちゃいもの、光源がちっちゃいもの、あとなんかむき出しだもん、なんかおしゃれな家とかにあるむき出しの鉄骨。私が守ってあげるからねハミちゃん。あら、なるほどさん。え、なるほどさんって言われたね。キャー、出た、なるほどくんのお化けだ。なんで僕なんだよ。あ、こんばんは、お久しぶりです。これはキリオさんだね。あなたはお嬢さんもお嬢ちゃんも久しぶりね。こんばんは。あ、今迷いちゃんにお嬢ちゃんって言ったのかと思った。そこまで離れてねえだろうとか思ったけど、なるほどくん知り合いなの。それにハミちゃんも。あ、迷いちゃんはそっか、会ったことないのか。はじめまして、神谷キリオです。飛行店のプロモーションと企画を担当していますの。これ2の最後に出てきたキリオさんだね。警備システムの手配もやらせていただいてます。転職したんだ、芸能マネージャーから。よろしくお願いします。キリオさん、なんか雰囲気変わったな。明るくなったね。よかったね。値打ちのある展示品はまだここにしまってあるんですよ。ちょっと話聞こうか。ほんと久しぶりですね、なるほどさん。何年ぶりぐらいなの。なるほどくん、どういうこと、この女の人誰よ。あ、嫉妬しちゃって、まよいちゃんかわいい、チューしたい。なんだよ、そのノリは。なんて。いやー、この方が盛り上がるかなって。
迷い様、もっと言っておやりなさい。ハミちゃんは止めた。ハミちゃん止めよう。これまずいよ。この子を刺激するようなことを言わないでほしいな。本当にまずい。なるほどさんにはそれはお世話になったんですよ。半年前の、あ、半年後なんだ。じゃあ2の半年後なんだね。そんなに経ってなかった。ほら、例の殿様兵の事件。あ、あれか。私よく知らないんだよね。ずっと監禁されてからな。あれから私、マネージャーを辞めて今の仕事に。大変でしたね、僕たちのせいで。とんでもない。悪かったのは私ですから。ああ、ちゃんと自分で自分のこと判断できるようになったのかね。なるほどさんたちのおかげで私、変わることができたんです。本当に感謝してます。よかったね。いい方に行ってよかったよ。よかったな、そう言ってもらえると。高菱屋。でもすごいですね、桐生さん。こんな大きなイベントを仕切ってるなんて、イベンターになったってことなのかな。高菱屋といえば、創業200年を迎える伝統あるデパート。200年ってすごいな。1800年ぐらいからやってたってことだよな。大展示場で開かれる催し物も超一流のものばかりなんですよ。やって、ハミちゃん。一流だよ、私たち。まあ、霊媒の能力半端ねえからな。実際そうなっても過言ではない。それはもう本当に良かったですね。この地下倉庫のセキュリティ、随分大げさですね。ええ。だってほら、秘宝店ですから。ま、警備の方も厳重に。なんだろう、キリオさん、浮かない顔してるな。厳重にできてないんじゃないのか、これ。調べてみようか。そしたらこのパソコン、上にあるカメラの管理をしてみたい。また通ったらデータとか出んのかな。にしてはこのカメラやる気なさすぎるでしょ。奥側の誰もいないところしか見てない。あ、こっちの秘宝店のやつ見てんのかな。手前側見ろよって思うんだけどね。え、どういうこと。どうやら誰かが倉庫に出入りするとあのカメラが写真を撮るんだ。そのデータを管理しているわけだ。なんか殿様んで見たな。はあ、ハイテクだね。これなんか警備だ。警備だよ。なるほどくん、あの大きな扉は何ですか。扉の向こうが倉庫になってるみたいだね。いろんな大きさの箱がこっちから見れるよ。え、面白そう。行ってみようよ。ううってなりそう。すみません、その扉の向こうは立ち入り禁止なんですよ。まあ提供してるけどな。もろ出ししてた壺が提供されてるんだろうな、きっと。ここ立ち入り禁止なんだよ。なるほどくん。なんで僕に言うんだよ。これスライド、あ、こっち側開けるね。わーすごいのがあるね。ねえ、迷い様、あの扉の横を見てください。あれって、京子様ですよね。ああ、蔵元の、あの、元祖だっけ。そうよ。クライン流霊媒道の創始者か。綾里京子の黄金像。クライン流分家の、霊媒師さんの霊場からお借りしてきたんだ。へえ、分家の人から借りてきたんだ。今日のお昼にここへ届いたばかりなんですよ。これ黄金なんだけど、中に入れなくていいの。何、メッキなの。手には、七支刀でいいのかな。読み方忘れちゃった。あの手に持ってる物騒なもの何なの。あ、私に聞かないでよ。知らんのかい。だって家元の娘だろ。あんな黄金像私も見るの初めてだもん。へえ、初なんだ。クラインの七支刀、なんか七味みたいだな。儀式で使われていたようです。武器ではありませんから刀は研いでありませんけど、なかなかまがまがしいよ。一度刺したら二度と離れないみたいな。なんだつまんないの。なんかとんでもない例えツッコミしようとしたけど、なんか あれだったのでやめました。なんだつまんないの。なんか切ってみたかったのに。リンゴでも切んのか。僕を見つめて言うな。なるほど、切るなよ。あら、もう8時過ぎ。皆さんお食事はまだですよね。あ、怒ってくれんの。やった。整理整頓の整が、あのちょっと傾いてる気になるけどな。12時のレストランに、あ、12階のレストランに予約を入れてますの。優しい。すげえ、高級デパートの12階とかマジでクッソ高いのしかないぞ。叙々苑とかが5個ぐらい入ってそう。金かかる店のレパートリー少なすぎ。草、わお、いいですね。ディナー、私お子様ランチがいいです。へっへっへ。ハミちゃん、ランチはお昼に食べるものだよ。お子様ディナーか。今夜はグッと大人っぽくお子様ディナーで行こうよ。はい、じゃあお子様ディナーで。仲いいよなこの2人、本当に。じゃあ行きましょうか。まあご飯の方がいいよな。というわけで、あとは公開日を待つばかり。キリオさんの元気な顔も見られて、それは楽しい晩だった。一体誰が想像できただろう。あ、風向き変わりましたよ。その翌日、あんな事件が起こるなんて。え、午後10時。翌日ですね。なるほどくん、大変だよ。もうまたトイレ掃除なんかやってるし、めっちゃ綺麗にするじゃん。まあ、トイレ掃除一番大事って言うもんな。トイレが一番なんか、それをその事務所を表すみたいなこと言われるからな。そんなにトイレ好きだとは思わなかったよ。なんだよ朝っぱらから。
私テレビつけますから。何何、テレビなんかやってんだな。では先ほどお伝えした盗難事件の続報です。警察当局は犯行の手口などから今回の事件の犯人を怪人仮面マスクであると正式に発表しました。よくこの格好で盗みに入ろうとしたな。仮面マスク、この音楽かっこいいよな。高菱屋百貨店には数日前予告状が届いていたらしく、あ、だから顔が浮かなかったんだね。桐生さん、秘宝ばかりを狙う怪人の犯行はこれで5件目になります。あとなんかすげえな、本当に小僧が持ってそうな布袋持ってんな。高菱屋百貨店、どうよ。なるほどくん、これでもまたトイレ掃除をしようっての。秘宝が盗まれたってまさか、やられちゃったんだよ仮面マスクに。私たちの秘宝が、どれパクったんだ。クラインの壺が盗まれちゃったんだよ。言うことじゃないと思うけど、いいのでは。じゃああれをやっぱ飾ろうとしてたんだな。その怪人に盗まれたクラインの壺ってのは、クラインの里で一番大事なお宝なんだよ。ほらこのポスターにもデカデカと書いてあるね、子供。この壺にはね、魂が封じ込められてるんだよ。割った時に飛んでったと思うんですけど、クライン流霊媒道の創始者、綾里京子様の魂が。ね、ハミちゃん。そうですとも。もう言うしかなくなってる。ハミちゃん知ってるぞ、俺は秘密を。あれ？今かい。この壺、確か京子様のお名前が書いてあったのに、今気づくんかい。いつの間にか子供になってる。ハミちゃん知ってた？いやその私はまずめちゃくちゃ形がズタズタになってることから気づこうよ。ふふ、不思議なこともあるものなのですね。ハミちゃん悪いな。1年前、あ、1年前か。まゆちゃんのふるさとクラインの里で殺人事件が起こった。クラインの壺はその事件で重要な手がかりになったんだ。クラインの壺のデータを法廷記録にファイルした。見た目はただの古壺。相談してみようか。さてこれからどうしようか。トイレ掃除が終わったら次はデスクの掃除かな。何言ってんの、なるほどくん。なんだよじゃないでしょ。なるほどくん、愛しい迷い様の秘宝が盗まれたのですよ。あ、ハミちゃんを刺激しちゃいけない。行こうか。なんとも思わないのですか。いや盗まれた壺はクラインの里の秘宝であって同じことです。迷い様は家元を継ぐお方、知らないとは言わせません。言わせませんとも。それはいいけど僕にどうしろと。決まってるではありませんか。悪者を引っ取られるのです。捕らえられるんだろうか。そうだクラインの壺取り戻してよ。軽いのよ。でも僕は探偵じゃなくて弁護士。いいえ関係ありません。殿方なら愛しい人のために今こそ立ち上がるのです。ハミちゃん今何のテレビ見て影響されてんだろうな。やれやれ、ハミちゃんの思い込みには負けるな。で、なんて言ったっけその悪者の名前。怪人仮面マスクだよ。なるほどくん。1年前の事件の話聞いてみようか。いや大変だったよね、私が逮捕されちゃってさ。この子もすごいね、1年前と半年前となんかすごい半年ペースで結構大きめの事件に巻き込まれてるからな。1年前クラインの里で起こった殺人事件、まゆえちゃんの霊媒儀式の最中、被害者は殺害された。この壺は彼女の無実を立証する証拠になったんだ。なるほどくん、迷い様には内緒にしてもらえますか。あの時私がその壺を割ってしまったこと。ああそうだったね。この壺確かに最初は京子と書かれてあったらしい。パリンマリ、大江戸戦士殿様マリで割ったからな。この泣いてるハミちゃんは可愛いね、何回言うね。それをうっかり割っちゃったのがハミちゃん。こっそり修理したんだけどうまくいかなかったそうだ。私工作が苦手で漢字も知らないものですから。ハミちゃんって今5歳6歳そんぐらいだよね。その結果出来上がったのがこの歪んだ壺。破片を無理やりくっつけたから京子が子供になったとか。まゆちゃんがドヤ顔で乗ってんな。よく今まで1年間もバレなかったよな。私もそう思います。バレてない自覚はあったんだ。さてじゃあ行ってみようか。その前に、逆転裁判の人はみんなやる、ここをしよう。古い映画のポスターだ。昔千尋さんが見て初めて泣いた映画なのだそうだ。最近妹のまよえちゃんが見て一晩中泣いていたらしい。ということで最近はこのポスターを貼ってある。今度僕も見てみるか。よし、ここ観葉植物のチャーリーくん、生前、千尋さんが可愛がっていた事務所のマスコット。いいよなお前はいつものんびりしてて。
ほら、なるほどくん、しみじみしない。ダメですよ、しみじみしていては。しみじみもさせてくれない。秘宝が出てくるまで平和はないな、こりゃ。さあ、隣のホテルは、窓の向かい側には巨大なビルがそびえている。ホテルバンド、超豪華な超一流ホテルだ。なんでも隣町の一角をごっそり回収して、買収だっけ、毎回回収って言うけど買収です、すいません。超レジャー施設バンドーランドの建設が始まったらしい。この世の終わりだ。2年前は小さなビジネスホテルだったのに。すごいよな、あの事件から、小中勝の事件からぶっ飛んでるよな。ここってもう調べることないんだよな。難しい法律の本が嘲笑うように並んでいる。そういえばうっすらと埃をかぶっているな。たまにはちょっと読んでみるか。こら、なるほどくん、世に乗って今読まない。後にしましょう、なるほどくん。秘宝が出てくるまで平和はない。じゃあ秘宝でも見に行こうか。さて、高菱屋、大展示場、なんか変わったとこは特になさそうだね。さあ探しましょう、悪者の手がかりを。ここにはないだろ、地下だろ。でもパッと見た感じ、荒らされた感じはしないぞ。そうだね、昨夜見たまんまだよ。悪者め。こら、あんたたち入ってきちゃダメっすよ。やれやれ、この声。まさかまたボス。またあんたたちっすか。やれやれはこっちっすよ。もうめぐれ警部ぐらい痛快になってるような。このぐらいになると3やった後に1やると結構よそよそしくて、糸の子さんのことをドキドキしちゃうんだよね。事件が起こるとなんで必ず出てくるっす。それはこっちが聞きたいですよ。他の刑事さんいないんですか。それはこっちが聞きたいっす。なんで現場をうろうろするっす。それはこっちが聞きたいですよ。あなたこそどうして。カウンター入れてるつもりになってるけど。まあまあ仲良くやりましょうよ。お久しぶりです、おひげの刑事さん。お、お嬢さんっすか。お兄さんの名前は糸の小切り圭介っす。このチャンスにバッチリ覚えてほしいっす。長ったらしいからね、糸の子刑事でいいよ。はい、糸の子刑事さん、よろしくお願いします。ダメだ、よろしくお願いするっす。もう警察署内でもそう言われてるからな。どれ、事件について聞いてみよう。糸の子刑事さん、事件のことを教えてください。お、勉強熱心っすね、感心感心。盗まれたのはクラインの壺といって、知ってます。顔怖すぎ。あ、それで犯人の名前は仮面マスク。それも知ってます。井戸の子さん、もうちょっとマシな情報くださいよ。そうっすね、あんたたちには世話になったような気がしないでもないし、結構お互いになってるよね。事件が起こったのは、昨夜夜中の1時30分のことっす。すげえ深夜に来るじゃん。なんかゲーム実況者の生活リズム狂った人が生放送始める時間だね。ずいぶんはっきり分かってるんですね。犯行現場で見張っていた男から非常電話が入ったっす。たった今壺が盗まれたって。犯行現場ってここじゃないんですか。違うっす、あの壺は地下倉庫に厳重に保管されていたっす。地下倉庫か。まあ地下倉庫にパクられたんだな。その地下倉庫を見張っていた殿方というのは、全く怪人を取り流したのはあいつのせいっす。あ、糸の子さんじゃないんだね。たった一回手柄を立てて調子に乗ったあの名探偵の毛利の小五郎。名探偵。魅力感じちゃってんじゃん。名探偵気になる。糸の子刑事、その仮面マスクですけど有名なんですか。何言ってんの、なるほどくん。仮面マスクといえば今最高にホットな怪人じゃない。ある時は博物館の警備員に化けた仮面マスク、ある時は美術館の受付嬢に化けた仮面マスク、受付嬢にも化けられんだ。そしてその正体は素顔の仮面マスクっす。ちょ、もう意味が分かんないっす。結局いつも仮面マスクじゃないですか。高価な美術品ばかりを狙い、ゆうべが5回目の犯行っす。高菱屋が協力してくれていれば今度こそ逮捕できていたのに。あ、協力しなかったんだ。え、知ってたんですか、クラインの壺が狙われてたこと。これ一番迷いちゃんがショックでしょ。そりゃそうっす、やつめ今回も予告状を叩きつけてきたっすからね。予告状か、テレビでも言ってたな。なんかなんで予告状出すんだろうね、目立ちたいんかね。やっぱいい年して名探偵はないでしょ。仕方ないっす、本人がそう言ってるっすから。どんな人なんですか。仮面マスクはこれまで5回犯行を重ねているっす。でも名探偵、コナンも自分のこと名探偵って名乗ってるからな。あの探偵は4回目の事件で、怪人から獲物を取り戻したっす。すごい。まあ素晴らしい、たった一人で。ほんと不思議な男っす。我々はいつも予告のあった現場に張り込んでいるっすが、
奴の姿を見かけたことはないっす。それなのに、え、そこにいないんだ。どうやって怪人さんから獲物を取り戻したのでしょうか。今もたった一人で犯行現場に這いつくばって調べてるっす。それ警察的にオッケーなの。めぐれ警部が許してるから違和感あるけど、探偵って一般人だからな。地下倉庫か、行ってみようか。予告状というのは誰にも見せちゃダメっすよ。これっす。あ、おしゃれ。てかなんか左上にピンってこうやってついてんの、なんかすごいな。高級なところから来る招待状みたいな。いいなこれ。仮面マスクのエンブレムっす。やつの予告状にはこいつが必ずプリントされているっす。テレビじゃ言ってみませんでしたね。機密情報でしょうね。世間には公表していないっす。予告状が本物かどうかこのエンブレムでわかるっす。ほうほう。予告状のデータを法廷記録にファイルした。なるほど。有名になれば偽物も出るからね。そうか、だから偽物が出ないように情報を出してないのか。愉快犯とか出られても困るしな。なるほど、くんも偽物出現を目指して頑張りましょうよ。うん、頑張るよ。なるほど、こんな偽物とか地獄だな。なるほど、法律冗談事務所。高い地下行ってみようか、とりあえず。さて、なんかいろいろあるね。某日国なんかいろいろ起こってたね。何度来ても不気味なところだね。ちょっと寒気がするよ。クーラーが入ってるからな。美術品を管理するためだろうね。まあ一定の温度に保たないと美術品やられちゃうからね。やーれ、我が混沌の宴へようこそ。なんなんだ。やーれって。懐かしいこいつ。大したもてなしもできませぬが、どうぞごゆるりと。あなた様は。し、黙って。目怖すぎ。これなんか芸人がこうやってメガネミューってやって目ちっちゃいのやつじゃん。どうやら見えたようですな。なんですか。ズバリ、美しき推理が我にささやく真実。あなた方は弁護士とおそらく霊媒師、それも半人前の。なんでわかんの。すごいな、霊媒師はすごいな。違いますかな。キャワワ、どうしてわかったんですか。なるほど、くんは弁護士バッチでわかるだろうけど、これを霊媒師と判断できるのはすごいと思うけど。どうして。そんな問いに何の意味がありましょうや。我らはあえかなる時。俺生まれて初めて言ったわ、あえかなる時の流れを旅する歌方の夢のごとし。歌方は俺めちゃくちゃ言うわ。恥ずかしいわ。なんか何言ってるか全然わかんないよ。なるほどくん。さあれ、公的師に名乗りを上げるは紳士の第一条件。申し遅れました、我が名は欲しいだけ愛が。名探偵です。はあ、ダメだよ。なるほどくん、ここはかましておかないと。なるほど龍一です。名弁護士です。まあ確かになるほどくんめちゃくちゃ強いからな。名弁護士と言っても過言ではない。私、綾里迷いです。名霊媒師でおなじみの。私は綾里はるみと申します。迷い様の名いとこで霊媒師の名卵です。いいね。よろしい。さあこれよりゲームをスタートしようではありませんか。ゲームときたか。何、ちょっととりあえず後ろ気になりすぎるわ。調べるわ。おお、弁護士殿、いささか出過ぎた行為ではないかな。え、なんですか。犯罪者こそは芸術家、その犯行現場は我らの芸術品。名探偵以外そのクランビスの美を読み取ることは不可能。現場に触るなっつってんだな。通訳お願い。勝手に触るな素人目ってとこかな。まあじゃあこの場を調べたいのであれば、愛がに示すべきなのですよ。我がライバル仮面マスクについてどれだけ知っているか。どうすりゃいいんだよ。国費条項とかないの。マニアしか知らないような。あれぶっ放せばいいか。あれ、名探偵にあれ見せてみようよ。これこれ、怪人の予告状、エンブレムがプリントされているんですよね。うむ、さすがは我が公的種にしてライバル。なんで名探偵のライバルは別に名弁護士じゃないだろ。そのような極秘情報をキャッチしているとは。まあ名弁護士と名霊媒師と名卵の名いとこですから。この愛がどうやらあなた方を気に入りそうですぞ。なんかいいことあるのかそれって。まあとりあえず話してみようか。そんなに名探偵なんですか。そんなすげえんだ。これはしたり。弁護士殿、ユーモアのセンスが終わりだ。
名探偵この顔すごいな、なんかここの影の入り方とかすごい邪悪な顔してる。名探偵アイガの名を知らぬ者がまだこの町に残されていたとは、かっこいいな、にこの一枚絵名探偵欲しいだけアイガ、そして怪人仮面マスク、町は今この二大巨人の一騎打ちに沿う釘付けなのだ。魑魅魍魎の長領白虎するひんあみみみがとうとう包むよい決闘の帳が開く。読めねえこれ、これなんて読むんだろう、読めないし意味も全然わかんないよ。なるほどくん我は仮面マスクの2回目の犯行から独自の調査を開始しました。彼の手口を推理して前回の犯行で栄光を我が手に。2回目から見て3回目で見て4回目で行ったのか、なるほどね。奴の獲物メジーナ夫人像を犯行現場にて取り戻したのです。メジーナ、たった一人であの仮面マスクから、この肉体派の脳みそと頭脳派の腕っぷしで逆脳筋おじさん、ニュースでもやってたよ、町のすごいやつのコーナーで。なんかちょっとなんか一癖ある人を紹介するコーナーじゃないんだろうかそれ。美術館の人からすごい宝石をもらったんだって。あ、指につけてんだ、これか。アイガの取り戻した獲物に比べれば安いものですよ、もらっていいんだそんなの。なんかポケットモンスターのモンスターボールみたいに見えるけど、よくから見ると自慢するだけのことはあるってわけか。怪人について、怪人のことを聞かせてください。手短に。我が生涯の好敵手にしてライバル、そういったところですかな。こいつも登場人物全員ライバルなんじゃないの。昨夜もこのデパートにて決戦の火花を散らしたわけです。なるほど。ってちょっと待ってください、あなたここにいたんですか昨夜この高菱屋に。不法侵入おじさん。当然、仮面マスクの行くところ、アイガの罠が華麗に牙を剥く、そして華麗に取り逃がしたわけか。今回はこのアイガ敵に花を持たせてやったわけですな。昨夜のことを詳しく聞いた方がいいかな。聞いてみよう。昨夜のことを聞かせてもらえますか。どれ、良いでしょう。名物同士隠し事は良くないですからな。名探偵の名って名物のことだったのか良いという意味合いで使ってないんだね。我が名探偵が、警備の依頼を受けたのは今から20日前。めっちゃ前だな、怪人の予告状が届く10日ほど前のこと。なんでそんな前から。予告状が来る前から警備を頼まれてたんですか。名探偵に警備頼むだったらアルソックに頼んだ方がいい、絶対言うな。我が依頼人は用心深く利口なお嬢さんでしたな。キリオさんか。警備を始めてから10日後、彼女の悪い予感は当たった。予告状が届いたんですね。我が名探偵は、この倉庫に罠を張った。そしてただ一人怪人を待ったのです。なんで一人で戦うんだよ、人数かけろよ。でも人数かけると化けられて怪人に取られるイメージもあるわ、難しいとこだよね。一人ってどうして警察に知らせなかったんですか。なんで。ナンセンスですな、霊媒師殿、無能の輩に何ができます。自分だって結局逃げられたくせに。言うな言うな、我は常に人前には姿は見せず隠れているのです。なんかそんな名探偵は嫌だこんな名探偵は嫌だみたいな隠れている。さよう、張り込んでいる刑事もこの名探偵の存在は知らぬはず。敵を欺くには味方から。別に警察味方な感じしないけどな。これはアイガが考えた言葉です。それで有名なことですけど、このアイガはこの地下倉庫に身を潜めて奴を待っていた。なんかめっちゃぶちまけてんな。昨夜あの大きな扉を通った者はいなかった。それなのに壺は消えてしまったのです。そんなバカな、一体どうやって。どうやって。ナンセンスですな弁護士殿、それが分かっていればこんなところにいる意味はなし。無能胸張って言うことかよ。つまり昨夜あの扉は誰も通っていないのに倉庫の中から壺は消え失せたということですね。そんなバカな、そんなことはありえないんだよ。どうやら弁護士殿、なんすか、あなた方は真剣に怪人を追っているとお見受けした。いやー別にそれほどでも。そうなんです私たち何としても壺を見つけ出すつもりですから。よろしい、あなた方を信用して我は他の場所を調査します。何か見つけたら我が事務所へ参るが良いでしょう。どんな事務所なんだろう。事務所の絵面覚えてないな。誉れ高き地上の楽園、愛が探偵事務所へ。地上の楽園それではあとは頼みましたと弁護士。愛がってなんか下の名前を弁護士龍、なるほど、龍一法律相談事務所になるよな法律相談事務所は違うわいやちょっと待って、行っちゃった、行ってしまわれましたね。
困るな、後を頼まれても。まあまあいいじゃない。なるほどくん、探偵さんの気が変わらないうちに調べまくっちゃおうよ。まあ気になるところあるしな、探偵さんの事務所にも連れて行ってくださいね。下の名前をなんかこうつけるの違和感あるよな。よいしょ。あそこに捨てられてる粗末な木箱はもしかして、あ、クラインの壺をしまっておいた箱だ。触っちゃダメだよ、犯人の手がかりが残ってるかもしれない。私が一生懸命作ったのに。え、まゆちゃんが作ったの？まゆちゃんすごくない？めちゃくちゃ高級な切り箱っぽいけど。え、まゆちゃんが作ったの？あの粗末、あ、粗末って言ってるし、めちゃくちゃおしゃれじゃない？粗末って言うな。壺はいつもお屋敷の廊下に飾ってありましたから、ちょうどいい箱がなかったのです。どっかに外注すればよかったのに。自信作だったのにな。仮面マスク一緒に盗んであげればよかったのに。なんかもう買ってすぐ箱捨てちゃう人みたいな。これすごいよね。七支刀って言ったっけ。七支刀、7つに枝分かれした形だからね。お、結構重いぞ。一月で7回痛いか。大ヒット賞金になるかも。100均とかで売られそう。私それより気になるのですけれど。ほほう、今日は冴えてるね。この刀、ゆうべは京子様が持っていましたよね。あ、確かにそうなんだよな。それにゆうべは刀は曲がっていませんでした。確かにやるね、ハミちゃん、さすが霊媒師の名卵。この刀が曲がったということは、ゆうべこいつは使われたということになる。刺す形じゃなくぶん殴るという形で。あ、もしかしたらあれじゃないかな。愛が探偵が仮面マスクを思い切り殴ったとか。なんでそれで捕まえらんねえんだよ。こんな感じでやめろ。痛え。何するんだよ。どう、ハミちゃん、先ほどよりちょっと曲がったような気がします。なんてことしてんだ。うー、頭がクラクラする。なるほど君、かわいそう。宝具の一種、事件前には曲がっておらず強固像が手にしていた。逆側調べてみようか。めっちゃ出てるけど。ダメだよ、なるほどくん、ペンキなんかこぼしちゃ。僕じゃないよ。だって夕べはなかったもん、こんな派手なシミ。あ、でもなんか角張ってんね。でもこのペンキもうすっかり乾いてますよ。ダメだよ、なるほどくん、乾く前に拭かなくちゃ。ペンキがそんなにすぐ乾くかよ。こぼしてから数日は経ってる。あ、じゃあ前からあったってことか、ここには。それにここ何ですか。シミの左下が少し欠けてるぞ。あれ、本当だ。なんでだろう。これが置かれてたのかね。かっこいいな、京子様。うちの事務所にも欲しいね、私の黄金像。なるほどくんのやつ作ってやるよ、せめて。なるほど、法律事務所だぞ。僕なら僕の黄金像だろ。なるほどくん、それより気になるのですけど。ん、どうしたの、ハミちゃん。京子様の像、昨夜もあんなところにありましたか。ずれてるね。確かにここにあったから、ここに隠れてたのかもね。確か昨夜はもっと扉に近い場所に立っていたような。そういえば、やるね、ハミちゃん、さすが私のメイとか。事件があった夜動かされた黄金像か。事件当夜動かされたようだ。なるほどね。あ、そういえばこのカメラのデータ調べてないな。知ってる、ハミちゃん、パソコンだよこれ。はあ、パソコン、とても可愛らしい名前ですね。どうやらあの防犯カメラのデータを管理しているみたいだ。誰かが倉庫に出入りするとあのカメラが写真を撮るんだ。探偵さんが仕掛けた罠かもしれませんね。で、探偵さん、こんなシステマチックなことしないでしょ。昨夜のデータを調べてみようよ。仮面マスクが映ってるかもしれないじゃない。そうだね、苦手なんだよな、機械。どれ、なんか出た。どうですか、なるほどくん、汗びっしょりですけど。パソコン苦手だとドキドキするだろうな。写真を見る方法がわからない。弱いな、なるほどくん、ハイテクに。でもカメラのデータはプリントアウトできて、あ、使えてる。お、転んでもただじゃ起きないね、なるほどくん。これによると昨夜はカメラが1回作動してるみたい。じゃあ1回入ったってことか、あん中に。なるほどね。あ、電話だ。お、なるほどくん、携帯電話が鳴ってるよ。ピッ。もしもし、なるほどですけど。うわっ、糸のこぎりっす。糸のこ刑事、どうしたんですか。ついに、あのクソ探偵に勝ったっす。え、ついに、自分は、
クソ探偵にめちゃくちゃなんかめちゃくちゃ溜まってたんだな。やったっす、快挙っす、とっ捕まえたっす。とっ捕まえたってもしかして仮面マスクを逮捕したんですか。そうっす。ま、より正確に言えば自首してきたっすが、それは勝ってないだろ。仮面マスクが自首。それで糸の子刑事さん、クラインの壺は。ああそのことなんすけど、ちょっとあんたたち留置所まで来てもらえねっすか。留置所、話があるみたいっす。仮面マスクがあんたに。俺に。仮面マスクがなるほどくんに。じゃあ待ってるっす、名弁護士だから気になる、話してみたいのかもな。留置所ね、行ってみるか。なるほど、法律事務所通ってからの留置所。一気に移動できないのがちょっとリアルだよね。なんかその土地の距離感を表してるのがちょっと嫌いじゃない、好きです。ウェルカムス、ようこそ留置所へ。ウェルカムトゥようこそ留置所へ。ご機嫌ですね、糸の子刑事。そりゃそうっす、何しろあの仮面マスク目を。それよりあの壺の方は。お、これはすまねっす。よくよく考えてみればあんたはそのいわば被害者だったっすな。え、ま、とにかく本人の口から話を聞いてほしいっす。聞かせてもらうか。そうだよ、なるほどくん。なんだよ、よく考えたら私たちって被害者じゃない。完全に忘れててる。まああるしね。あのいつも殺人現場だから被害者って言えば死体だと思ってたけどさ、すみません。くそ、なんとしても私たちの壺を。僕のこと無視しないでください。これはね、人気ありそうな顔だよな。あ、そうでもない、どうなんだろう。あの女性、世の女性のみんなはこういう顔好きなのかな。あのあなたは。あの僕そのか怪人仮面マスクなんですけど、なんかリマスター入って顔なんかめちゃくちゃ可愛らしくなってない。リマスターがどれ一番変更入ってないか。すごい顔の印象違うんだけど、なんかしょぼいよ。なるほどくん、しょぼいんなんだ。甘杉優作です。仮面マスクでおなじみの優作って名前見るとどうしてもコナン思い出すよな。痛々しいな、なんとも言えず。話聞いてみようか。怪人仮面マスクなんですか、あなたが。はい、そうです。いや違うか、なんていうか微妙だしな、その辺は自分でもはっきりしない。え、違うのですか。違うっていうか一概には何とも言えないのかな。そもそも怪人じゃなくて怪人星だし、角田ヒロみたいな、だしその辺の僕は何なのこの人。とりあえず気の弱い人であることは確かそうだな。そんな哀れむような目で見ないでください。そしてちょっぴり怒りっぽいみたいだ。でもどうして自首したんですか。確かにそれはそのあれでしょう、あんまりにも貴重な票を盗んじゃったから、その罪の重さに耐えられなくなっちゃったんだよ。貴重な票ってあの壊れそうなボロ壺か。お願いがあるんですけど。は、何ですか。マレカちゃんに会っていただけませんか。マレカちゃん、マレカちゃん、マレカちゃん気になりますね。とりあえず返してください、私たちの壺。すみません、必ずお返しします。いやダメか、そんなできもしない約束は人を傷つけるだけ。あのなるほどくん、私聞き取りにくいです。特に後半部分がわざとちっちゃくしてるんだよ、ハミちゃん。そういうことによって人の気を引くという技術もあるんだ。ちょっと仮面マスクさん、もっと大きい声でお願いします。はい、わかりました。いやでも待てよ、僕元より細い声が売りだし。仮面マスクさん、ツボなんですけど。はい、そのことですけど。いやー無駄だよな、こんな僕が何を言ったって信じてもらえるわけないし。僕もうはっきりしてください、大きな声出さないでください。は、僕そのクラインの壺をなくしちゃいました。取るな、何なくしちゃった。いいな、ここの会話のテーマがいいな。なんかあのさっきなんて言いました、壺をなくしちゃったとか。そのはい、いやそのはい、やっちゃいました。どういうことですか。ほらよくあるじゃないですか、
考え事してたら電車の中の網棚に荷物を忘れたり。網棚に忘れたんですか？私たちの壺。それ以前にその格好で電車に乗ってたんですか？いえいえ、今のは例えばの話ですから。とにかくすみません、どっか行っちゃいました。言い方が若いのよ。トンも話があやふやだな。本当にこれ怪人なのかな？これって言うなよ。怪しい人という意味では十分怪人だよな。マレカちゃん。マレカちゃんというのは？気安く奥さんの名前を呼ばないでください。どうやら奥さんみたいだね、怪人さんの。すみません、実は皆さんに来てもらったのは彼女がそうしろって、あの僕のアジトに行って。アジト。自宅のことをアジトと。これから俺も自宅のことアジトって呼ぼうかな。なるほどくん、アジトというのはいかなる？あ、すみません、もちろん秘密基地のことです。秘密基地？いわゆる僕の自宅です。パラッツォペルペペ。パラッツォペルペペ狂う欲しいほど好き。3回行ってみようよ。なるほどくん、いざ怪人のアジトへ。アジトという響きが気に入ったみたいだな。じゃあ行ってみようか。パレッツパルペペ、パレッツパルペペに行くよ。わあ、パレッツパルペペすごいね。サーベル、これまずいです、銃刀法違反でしょ。いろいろあるな。なんというかすごいね。誰がどう見たって怪人のアジトだね、こりゃ。誰？優作くん。その買い物コンビニ行った。かわいいんだよな、マレカちゃん。あれ、何あんたたち。奥さん、マレカさんですか？そうよ、天城マレカ。ああ、あなたたち、あれだね、弁護士さんと被害者さん。笑顔で言う単語の組み合わせじゃない。すげえイヤリングしてんな、マレカさん。かわいい、美人、おっぱいでっけ。あ、革ジャン、かわいい、革ジャン着ってる女の人大好き。あれ、これ、おばちゃんの服じゃないこれ。はい、ご主人に言われてお話を聞きに来たんですけど。弁護士のなるほど龍一と被害者の綾里迷いです。龍一くんと迷いちゃんか。いいとこあるね、優作くんの言うことを聞いてくれるなんてさ。いや、まあ。笑ってる。龍一くんってな。ちょっと待って、これおばちゃんの、これ気になりすぎるだろ。なんかどこかで見たことがあるような気がするな。あ、金魚鉢があるよ、逆さまだけど。ヘルメットかもしれないよ、宇宙人の。隣にあるのはテープレコーダーかな。通信機かもしれないよ、宇宙人の。あと光線銃はないな。なるほどくん、きちんと現実を見つめて大人になろうよ。迷いちゃんに意見された。これはね、なるほどくん、椅子の上見てよ。ああ、封筒と手紙があるね。ほらほら、ちょっと読んでみようよ。下うんち勝手に来て。いやいや、まずいだろさすがに。何言ってんの、ものすごく重要な手がかりかもしれないよ。ほうほう、ダメだよ、面白半分で人の手紙を読むなんて、なんて常識人なんだ。なるほどくん、ちえ、面白半分だけど、もう半分は真面目なのにな。はっきり手がかりだと分かれば話も違うけど。まだダメなんだ、じゃあとりあえず喋ってみようか。マレカシャン、ご主人ですけど。かわいいでしょ、ちょっぴり頼りないけど、ちょっぴりではないけど、ちょっぴりね。あのね、テレビで迷いちゃんのことを紹介してたんだよ。え、本当ですか？壺の持ち主で弁護士事務所で怪しげな修行をしているって。すげえニュース出てるな、情報が混乱しているな。せっかくだからその弁護士さんに会ってみようって思ったんだ。はあ、優作くん、思い込みが激しくてさ、どうしても自首するって聞かなくて困っちゃったよ。あの壺は僕が盗んだんだなんて。あ、じゃあ盗んでないの？でも壺は優作さんが、その、ははそんなわけないじゃない。どうして優作くんがそんなもの盗むの？そんなもの。だってそれはその、あれじゃないですか。なんだ？もしかして知らないのか、ご主人の正体。私ね、スリルがないとダメな女なんだよね。はあ、スリルですか。ちょっとぶっ飛んでんな。バイクを飛ばしてる時がね、私最高に幸せだな。ほら、バイクって常に死ぬ瀬戸際って突っ走るじゃない。それは乗り方によると思うけど。退屈な毎日がないより苦手なんだ私。でも優作さん、スリルが好きそうには見えなかったな。ああ、確かに彼にスリルを求めるのは無理だけどね。でもね、ちゃんと代わりのものをくれるから。何？代わりのものって？お金。優作くん不思議にお金持ちなんだよ。目玉が飛び出るほどのスピードの出るバイクを買って、
目玉が飛び出るほど高いショッピングをするのが好き。わあ、マレカさんすごそう。ゆうさくくん、こないだ本当に飛び出してたもん、目玉。かなり燃費の悪い奥さんだな。愛らしい奥さんだ。ゆうさくさん、そんなお金どうやって稼いでるんですか？ゆうさくくん、警備員なんだよ。死ぬ瀬戸際で働いてるから。ずっと働いてんの？そりゃお金ぐらいもらわないとね、がっぷり。結構危ない警備員なんだ。似合わないな。事件当夜、昨夜のことを聞かせてもらえますか？その事件が起こったの何時頃かな？何時だっけ、迷いちゃん。糸の子さんの話では、午前1時30分。いやー、昨夜はやばかったな。捕まっちゃってさ。え、捕まった？私ね、夜はいつも飛ばすことにしてるんだけど、捕まってる、ちゃんと。飛ばすってバイクですか？やっぱり追いつかれちゃったんだよね、昨夜はおまわりさんに。なんか逃げ切ったこともありそうな口ぶりで怖いね。あれはなかなか熱いレースだったよ。おまわりさん死にそうな顔してたもん。すげえな、白バイとセルのやばくね。帰ってきたら夜中の3時過ぎてたってっけな。アリバイはバッチリか。あの、優作さんの方は？さあ、昨夜は一緒じゃなかったからな。帰ってきたらさすがにもう寝てたけど。こっちはアリバイなしか。なるほどね。なんか突きつけてみるか。これとか。これなんですけど。ダメだよ、なるほどくん。そのエンブレム、極秘だって言われたでしょ？あ、そうだったっけ？極秘と言われると余計見せびらかしたくなるよな。なんか、極秘って言われてはないけど、なんか、ペンダントを見せびらかしてたなるほどくんの片鱗が見えるよな。受け見たくなる。じゃあ、あとは、仮面マスク、これとかどう？マリカさん、もちろん知ってますよね。ご主人、優作さんが、あの、怪人仮面マスクだって。ああ、仮面マスクでしょ？知ってるよ、もちろん。大ファンだからね、優作くん。え？そうですよね。え？大ファン？優作くん、思い込みが激しいからさ、こんな騒ぎになっちゃって。ちょっと待ってください。思い込みというのは？それなんだよね、ほんと。困ってるんだよね、私。優作くん、自分が仮面マスクだと思い込んじゃって。何？詳しく話を聞かせてください。本人じゃないのかな？今、まゆちゃん、あ、まゆちゃん今19か。19歳で、はみちゃん9歳だ。キリオさん24。5つ上か。34なんだ、欲しいだけ愛が。優作23の、まりかちゃんも23か。おないなんだね。思い込み。どれどれ。優作さんは怪人仮面マスクでは？何言ってんの、龍一くん。そんなわけないじゃない。はあ。いやいや、待ってください。だってこの部屋はどう見たって怪人のアジト風。逆だよ、逆。本物の怪人がこんなバカな部屋に住んでると思う？確かに。それは確かに。ゆうさくん、気が弱いから憧れが強いんだ、ヒーローに。ヒーローって悪者ですよ、仮面マスク。思い込み、本当にそうなんだろうか。だって彼が盗んだのなら持ってるはずだよね、その壺。あ、なくしちゃったって言ってたけどね。まあそうなんですけど、ゆうさくんに聞いてみなよ、盗んだ壺のありか。確かに知らないっぽいもんな。しっくりこないんだよな、ゆうさくんのあの態度。やっぱり怪人じゃないかもしれないね、ゆうさくさん。ね、ちょっといいかな、龍一くん。何ですか？私ね、確かにいい加減な女だけどさ、曲がったことだけは我慢できないんだよね。そんな感じですよね、なんか姉御みたいな。誰かが優作くんを罠にかけたんだよ。これ優作くんに渡してくれないかな。お手紙ですか？優作くんにね、戦ってもらいたいんだ。マレカさん、わかりました。安心して私たちに任せてください。優作に宛てた手紙、大事なことが書いてあるらしい。じゃあ私に行ってみようか。留置所、突きつける。あ、いいよ、これもらってきたよ。あ、そうだ、奥さんがこれを。マリカちゃんが、いただきます。手紙を怪人に渡したというか取られた。ここでやり取りしていいの？ゆうさくん、お元気ですか？私は元気です。部屋の隅っこにしゃがみ込んで一心に読みふけている。幸せそうだね、怪人さん。なるほどくんも迷い様にお手紙を出しましょうよ。どうだった？弁護士さん。はい？マレカちゃんの手紙に書いてあるんですけど、この人に弁護を依頼せよって。大変厚かましいんですけど、
き受けてもらえませんか。僕の裁判明日なんですけど。明日ちょっと弁護なんてできるわけないじゃないですか。どうして。どうしてじゃないよ。私たち被害者なんだよ、この怪人さんの。でもマリカさんによれば優作くんは怪人じゃなくて、そう思い込んでいるかわいそうな人ということでした。ダメだよそんなの、嘘かもしれないじゃない。そうだな。いやでも待てよ、むしろここはやはり、あ、映ってる。で、映っちまったぞ。お願いします、お礼はお好きな秘宝を一つ。もらえないよ。さてどうしよう。まあ引き受けとくか。わかりました、やってみましょう弁護。本当ですか。何言ってるの。なるほどくん、怪人なのですよこの殿方は。確かに怪人かもしれない。でもどうもそれだけじゃない気がするんだよな。なるほどくん、私見損ないました。ハミちゃん、愛しい迷い様の仇を弁護するなんて、私絶対許せません。あ、怒ってるわー、あー、ハミちゃん泣いちゃった。あ、ちょっとハミちゃん、参ったな。私ちょっと見てくるね。あ、泣かしちゃったハミちゃん、ごめんね。あの、すみません、僕なんかのために。まあそういうことになりましたから、とにかく調査してみるしかないな。あ、まゆちゃん、ハミちゃんは事務所に帰ってるって。後で顔出してあげてね。まゆちゃんはいいの。私はね、なるほどくんを信じてる。これなのよ迷いは。だから迷いなの、わかるみんな。泣かせるな。じゃあ僕取り調べがありますからよろしくお願いしますね。よし一丁やるよなるほどくん。ということで弁護を引き受けることになりました。